不足と思われてご指摘を受けているところなど、考え方を整理いたしまして、今後なるべく早い時期にご説明をさせていただきたいとお答えしておりましたが、整理したものについてご説明をさせていただきます。資料1号、網走市一般廃棄物処理について、検証詳細版をご覧ください。1ページをご覧ください。1として、はじめ2で、最終処分場の設置とその後についての概略と、この検証詳細版の位置づけをご説明したものとなっております。前段の概略につきましては、後の説明で重複するため、説明は省略しますが、後段にありますとおり、次期網走市一般廃棄物処理基本計画の策定に向け、このような状況となった要因の検証を踏まえた上で、現在の最終処分場の延命を図るための改善策を講じながら、今後の廃棄物処理の対応に当たってまいりたいと考えております。また本書は、令和4年6月及び9月に、市としての一般廃棄物処理の反省と検証として、公表した網走市一般廃棄物の処理についての内容の詳細について整理したものです。2ページをご覧ください。2、最終処分場の現状では、現在の最終処分場は焼却による中間処理をせずに、埋め立て前の処理を適正に行い、ごみの埋め立てを最大限少なくしていくことで、平成30年度から令和14年度までの15年間供用する計画で建設しました。しかし、計画初年度から計画数量の 1.5 倍から 1.8 倍の量を埋め立てている状況にあります。また、令和4年10月の最終処分場の測量結果からは、残余割合が 43% となったことから、このペースの使用では、あと4年で満了との結果が出ました。大きな要因は、埋め立て粗大については計画量より多い状況となっていること、紙おむつについては、計画では埋め立てと見込みながらも、中間処理システムの導入予定が進んでいないこと、生ごみ残骸については、機器等の故障などにより、計画していた処理ができていないというところがあります。このことから、最終処分場の埋め立て状況は、予定よりも早い段階で埋め立て終了となる見込みの状態にあると認識しており、改善策、延命策の取り組みを速やかに進めていくことが必要となっております。2ページ目にある図1は、埋め立て数量の計画と実績の推移の表となっております。3ページをご覧ください。3、排出ごみ等の処理量割合について、計画との比較についてです。括弧1、排出ごみ等の処理量、処理割合の計画では、市は平成29年度から明治地区の破砕リサイクル施設と生ごみ堆肥化施設を供用開始に合わせ、環境負荷への負担が少ない循環型社会形成を目指す考えから、ごみ全体の重量割合で 40% 以上を占める生ごみを分別収集して、堆肥化処理をし、また、容積割合で 40% 以上を占める容器包装プラスチックを分別収集してリサイクルすることといたしました。この2種類のごみを分別することで、埋め立てを処分するごみをこれまでの半分程度まで減らすことを予定し、平成25年に最終処分場の処理計画、処理量、処理割合を策定しました。3ページにある図2は、最終処分場における処理量、処理割合の推移の表となっております。表の中間にあります計画では、家庭事業所から排出されるごみ、資源物の総排出量を年間12,841トン、100% とし、埋め立てで年間4,468トン、全体の 35%、リサイクルなど資源化で年間8,373トン、全体の 65% を処理することとしました。最終処分場の埋め立て容量は139,000立米で、埋め立て重量として67,020トン、年間4,468トンの15年間分と計画をしました。4ページをご覧ください。括弧に、排出ごみ等の処理量、処理割合の実績についてです。最終処分場の排出ごみ等の処理量、処理割合は、計画と比較して、平成30年度から令和3年度までの平均で、埋め立て量では計画の約 1.8 倍、処理割合は計画より 30% 多い、総処理量の約 64% 程度となっており、資源化量では計画の約半分、処理割合も約半分の 35.6% 程度、焼却量が 0.4% となっております。最終処分場の埋め立て容量は139,000立米で、埋め立て重量として67,020トンの計画に対し、供用開始から4年で38,056トン分を埋め立て、
計画量の 46% を埋め立てしたこととなります。残りの計画量の36,164トン、54% 分を令和3年度と同様の埋め立てを続けた場合、計算上では最終処分場の使用は約5年で満杯となりますが、令和4年10月の測量結果ではあと4年との結果が出ています。このことは重さと容積はゴミの質により変わりますので、計画数量はあくまでも目安として、埋め立て容量は実測測量により確認をしております。また各家庭または事業所からの毎年の収集または持ち込みによる排出量の割合実績より、埋め立て処理の内訳は各処理内容ごとに家庭系で 70%、事業系で 30% と推測をしております。4ページの図3は最終処分場の埋め立て量分析の表となっております。4ページ下段から5ページについては、括弧3、排出ごみ等の処理量への対応についてです。平成29年4月から明治地区の破砕リサイクル施設と生ごみ堆肥化施設の共用を開始し、それまで資源物以外は指定ごみ袋は埋め立ての1種類でしたが、埋め立て生ごみ紙を持つ容器包装プラスチックの4種類の分別に指定ごみ袋を使うことといたしました。開始当初より計画以上の排出ごみ等の量と新たな分別による収集、その後の作業処理が重なり、時間内に処理を終えるための見直しの結果、収集する車両と作業員、施設、設備、機器の不足が原因となったことから、平成29年度から令和3年度にかけて約1億6,989,000円の追加の整備を行い対応してまいりました。5ページの図4は平成29年度から令和3年度までの追加整備費の表となります。紙おむつについては埋め立ての計画としていますが、分別をしながら計画期間中に何らかの中間処理システムを導入する想定のもと、情報の収集を行ってきました。令和3年度に大空町から紙おむつの焼却受け入れ処理ができるとの打診があったことから、一部を焼却にして埋め立て量の縮減をしている状況です。4ページの図3の令和3年度の欄の一番下が大空町でのおむつの焼却で、マイナス208トンは焼却されたもので、本来は焼却灰を持って帰ってくるところですが、焼却灰相当の大空町の埋め立てごみを37トンは埋め立て粗大ごみの量の中に含まれております。6ページをご覧ください。4、当初計画との乖離の要因についてです。廃棄物処理における計画数量と実績数量の乖離については次の要因によるものと考えています。括弧1、埋め立て数量の乖離と要因として、丸1、埋め立て計画数量割合との乖離とその要因では、排出ごみ等の計画処理数量割合は3ページにあります図2、最終処分場における処理量処理割合の推移のとおり、総処理量総排出量12,841トンの 100% に対し、埋め立て量は 35% の4,468トン、資源化量は 65% の8377トンと計画しましたが、運用開始からの4年間の平均では、総処理量総排出量12,063トンの 100% に対し、埋め立て量は約 64% の7714トン、資源化量は約 35.6% の4,297トン、おむつの焼却量は約 0.4% の52トンでした。これは施設整備にあたり、国の交付金対象となるよう、可能な限り分別をする目標とする数量、割合の計画でしたが、運用開始後、処理する施設、設備などの能力が不足していたことから、計画数量、割合との乖離が大きくなり、計画時に施設、設備の処理能力の分析の確認を考慮するなど、多角的な視点による計画数量の確認及び実現可能な運用処理の運用を考え管理していくことも必要でありました。次に ② 生ごみ堆肥化の停滞とその要因では、計画では埋め立てする生ごみ残差を年703トン、計画総量の 15% としましたが、実績では平成30年度から令和3年度までの平均で年2081トンと約3倍の埋め立て量でした。これは想定される生ごみ以外の異物混入に対する破体処理機の対応能力がなく、故障停止していたことで、堆肥化処理できず、埋め立てするしかない状況の期間がかなりある状態でした。また、生ごみとしている中介類、ティッシュ、貝殻、草木、枝としたものを堆肥化する知見と経験が足らず、一定の堆肥化率になるまで時間を要しました。次に、丸3、
紙おむつの処理方法と先延ばしとその要因では、計画では紙おむつの埋め立てを年1000トン、計画総量の 22% としましたが、実績では平成30年度から令和3年度までの平均で年1109トンとなっています。当初より紙おむつは雨水などで膨張するので、重さ以上に容積比は大きくなることから、現用化を考えていくこととして、計画期間中に何らかの中間処理システムを導入する想定をしていました。令和3年度より大空町の焼却炉での一部処理をしていますが、処理量は計画数量に達せず、埋め立て処理になっております。次に、丸4、埋め立てごみへの資源化できるものの混入とその要因では、埋め立てごみとして出されたごみの調査結果から、約3分の1の約1500トンが資源化できるものでありました。計画では、埋め立て粗大ごみを年2580トン、計画総量の 58% としましたが、実績では平成30年度から令和3年度までの平均で、年4343トンとなっています。100% 分別のもとの計画であるため、約3分の1の約1500トンの資源化できるものが混入していることで、この数値となっていますが、他市と比べても当市の分別率は 66% と高い分別率であり、市民の分別協力は低くはありません。ただし、計画では異物混入分を考慮していない分別 100% のため、計画数値との乖離が大きくなっております。また、当初の市が行っていた地域での説明会で、容器包装プラスチックや資源物の説明の中で、軽く洗浄したものは資源物、汚れたものは埋め立てごみなど、どういった場合が埋め立てごみになるのかの説明から派生したと思われる、分別がわからないときは赤い袋に入れていいとの認識をされている人が少なからずいるものと感じております。なお、6ページの最後の行の米印の中1となっている部分については、7ページ中段に平成30年度のごみ質調査の結果の数値を記載をしております。次に、括弧に施設設備の追加整備とその要因です。平成29年4月からの明治地区の破砕リサイクル施設と生ごみ堆肥化施設の供用開始から令和3年度までの5年間で埋め立て堆肥化リサイクルの施設の設備で約1億6000万円の追加整備は各処理区分の施設設備の当初からの不足を補完するものでありました。これは計画策定時において関係する設計委託業者などからの説明提案なども含め市としての計画に対しての実現性に対する検討内容確認が不十分でありました。次に括弧3、供用後の運用管理の状況対応とその要因です。平成30年度からの最終処分場の供用開始後から廃棄物処理における計画と実績数値が乖離している認識はありましたが、処理施設設備はごみの搬入方法や設備の操作方法の改善で処理と埋め立て量の 減量が図れると考えたため、原因に対する施設改良等の早急な対応となりませんでした。このことは日常的なごみの排出処理状況やその変化についての対応とそのことが問題となることへの意識が欠けていたため、早期の調査検証としての対応とならない状況を生んだものと考えています。また指定ごみ袋の区分ごとの使い分けによる分別など市民に協力してもらいやすい分別ルールと認識されていない、分かりづらいとの声が一定数あることは、啓発協力以来検討の対応を市は早急にまた適宜にできてなかったことが原因と考えております。8ページをご覧ください。5、今後の対応取り組みについてです。括弧1は生ごみ堆肥化の改善です。令和4年10月の生ごみ堆肥化率が 77% となり、今後の安定した堆肥化とさらなる堆肥化率の向上に向けての改善に取り組み、最終処分場への生ごみ残差の埋め立て量の低減を図ります。括弧2は紙おむつなど容積比が大きいごみへの処理の検討です。紙おむつ、布団類、ロープ類など破砕リサイクル施設の破砕機での処理では故障停止の要因となる不適物となるものの直接埋め立てを回避するため、現用を含めた処理の検討をします。括弧3は市民に理解し協力してもらいやすい分別ルールの取り組みです。黄色の指定ごみ袋の生ごみ、紙おむつ、容器包装プラスチックの区分ごとの使い分けへの理解をいただく広報に現状では努めるとともに、今後の協力してもらいやすい分別ルールについて
製品プラスチックの再資源化に向けた早期対応での分別検討に合わせ取り組みます。括弧4はゴミ等の処理状況の情報提供と処理状況に応じた啓発などの対応です。埋め立てゴミ、生ゴミ、堆肥化、資源化の処理状況の変化などを市民へのお知らせを通じて情報共有を図り、ゴミ減量、リサイクルの推進に向け地域団体と連携した処理状況に応じた対応が図れるよう市の対応改善を図るとともに理解と協力がいただける啓発広報に取り組みます。括弧5は最終処分場の延命化策の策定と実行です。括弧1から括弧4でご説明した取り組みのほか、埋め立て、堆肥化、資源化の各処理に関わる減量、減用などの取り組みによる効果予測により最終処分場延命化策を策定し実行していきます。今後この文書を市ホームページに掲載し公表していきます。説明は以上となります。それではただいまの説明で質疑などございませんか。他にございませんか。近藤委員。はい、それでは私からも伺わせていただきます。現行の破綻してしまっているゴミ処理政策の反省と検証をきちんとしましょうというのは、2月にこの委員会から出た政策提言、それから3月の議会で当初予算を可決する際の付帯意見、その後の6月、7月のこの議会、委員会内での議論でもですね、何度もさまざまな議員さんが、私も含めですけれども、お伝えをさせていただいてまいりました。で、網走市側からもですね、過去2回文書出てきましたけれども、全然不足ですというご指摘をさせていただく中で、きちんとこの事案に向き合っていただいて、この内容のものを仕上げられたんだなというふうに受け止めをさせていただきました。今金評委員からもっと早くできたらよかったねという話であって、私もそこは同感であります。それはなぜかというと、今網走市はこの次のゴミ処理基本計画を作って、広域化なり中間処理の新しい手法なりを検討していかなきゃならない局面ではあるものの、その検討のためにはやはりなぜ今行き詰まってしまったのか、なぜ失敗してしまったのかという基本的な共通の認識を持たない限りは、また失敗してしまうというですね、強い危機感があったからこそ、各議員さん、またこの議会として、検証と反省をちゃんとやってほしいんだということを何度も伝えさせていただいてまいりました。そういう点では、この文章の中身というのは、非常に精緻に分析をされているというふうに受けたまわりました。で、何点か確認をさせていただきたいんですけれども、6ページの記載にもありますけれども、当初計画と現状がなぜ乖離したのかという部分で、そもそも計画に無理があったというニュアンスの文言が括弧1、丸1の埋め立て計画数量との乖離とその要因の2段落目に記載をされています。国から交付金を取らなければならなかったという事情があるにせよ、なかなか実現できないような計画を作ってしまった、極めて、無理な計画であった。そしてその計画を作る際には、コンサル業者の言い分だけを丸呑みをしてしまって、本当にそれができるのかどうかという現場に即した具体的な検討が不足をしていたという経験があったから、このような文言を記載されたということでよろしいでしょうか。市民環境部次長。計画数量につきましては、当時の状況、交付金による整備とその要件の中で考えられた、数値というふうになっています。また、新しく、分別の区分、生ごみの堆肥化など、それまでにない処理を、するといったところもありまして、その処理方法、機器、整備の状況を運用後もきちんと確認しなくてはいけなかった、また導入する前には、ご指摘のとおり、設計業者、そういったところの情報をきちんと、自分たちで内容確認をしていなかった、そういう足りないものの、補正を早期にしなかったというところが要因であると考えております。何をしても、1年目からの計画量の 1.8 倍の量が
解消されないなど、そういうものではなくて、ご説明した各種の対応の遅れ、機器の停止による処理の停滞など、そうした対応の遅れが計画との乖離を大きくした状況になっているということで、このような文書にしたところです。近藤委員、はい、この処理計画を動かし始めてからの対応という部分での受け止めは、今の次長の答弁で理解するんですけど、そもそも計画にも無理があったよねというニュアンスが読み取れるんですけども、そういうニュアンスが込められているということで、よろしいですね。市民環境部次長。当時の状況からすれば、この数字をが計画とせざるを得なかったというところはところです。委員長。近藤委員。当時の状況としては書かざるを得なかったけれども、今振り返ってみるとやはり無理な計画でしたねというニュアンスが込められているということでいいですか。文言としてはもうここに書いてあることで理解はできるんですけれども、その文言を書いた思いや、なんて言いますかね、コンセプトが当然あるわけですよね。そこを伺ってるんです。市民環境部次長。スタートした時点でこういう状況になったということは、そういうふうに受け止められてもしょうがないというふうに考えております。委員長。近藤委員。はい、なぜ私がこの部分にこだわっているか、こだわっているように見られている節もあるので、ちょっとお話しさせていただきますと、大きな視点でいうとですね、政策的な失敗を市民のせいにするのか、それとも政策を作った我がこととしてきちんと反省するのかで、次の手の打ち方が大きく変わるからです。今回のこのごみ処理政策の行き詰まりというのは、当初議会側に説明されたときには市民の分別が悪いからこうなったというトーンだけで説明をされました。しかし、さまざまな角度から何度も調査を進めていく中で、やはりそもそも計画がおかしかったんじゃないのかこれはということが、さまざまな分野で明らかになったんです。生ごみの堆肥化、おむつの行き先がない、埋め立てごみになんでみんないろんなもの入れちゃうんだろう、でもそれは説明する側の問題だったんじゃないかとかですね、やはりその政策作った側の責任だったっていうことが、もうあらゆる分野で明らかになった。なので、反省と検証をきちんとしましょうということを言わせていただいたということもあります。で、ここはですね、こうやって私、強く言わせていただいてますけど、一方で、反省もあるから強く言ってるんです。なぜかというと、この現行計画を通したのは我々でもあるからです。だからこそ、次は間違えちゃいけないという思いがあって、反省と検証をちゃんとやりましょうっていうのを何度も何度も言わせていただきました。なのでそういう点ではですね、明言するのはなかなか行政機関としては難しいかもしれませんけれども、今回のこのごみ処理政策の行き詰まり、私は破綻と言わせていただいてますけれども、は市民の責任ではなくて政策を構築した側、そして可決した我々の側にあるという認識は共にできるんでしょうか。伺います。委員長。市民環境部次長。市が計画を立て、その内容を議会にお示しをし、審査を受け、審議を受けて決定をいただいたものが現実とかけ離れていたという結果になってしまったことについて、はお詫びをし、また、そういったところの情報が議員の方々にのご判断になったというところにつきましては反省をし、今後そういうことがないようにしていきたいと思っております。委員長。近藤委員。はい、そこの思いは共通といいますか、共有をさせていただいて、次の計画策定では絶対に間違いを犯さないように進めてまいりたいと、これは誓いも込めてお話をさせていただきたいと思います。で、合わせてこの反省と検証を作って終わりではないと思っています。当然この後の計画づくりにも反映させていただきたいですし、網走市の市政運営にきちんと反映をさせていっていただきたい、なので担当課内できちんとですね、申し送り、後の世代に引き継がれるようにしていただきたいと思います。特に昨今の網走市役所の人事を見ていると、突然管理職が総特会という人事もございますので、そういったケースも想定するとですね、やはりちゃんと引き継がれるようにもしていただきたいと思います。そのあたりはどうお考えでしょうか。市民環境部次長。
通常そのようにしていくところなんですけれども、まあ、しっかりと今回のことがありましたので、改めてそこはしっかりと引き継ぎを徹底していきたいと思っております。委員長。近藤委員。はい、まあ、そこは今後の話なので、推移を見させていただきたいと思います。まあ、しっかりするということなんで。で、併せてですね、この反省と検証、我々議会の中で相当議論させていただきましたけれども、まあ、一方で市民の皆さんも相当関心を持たれている、併せてですね、廃棄物減量化等推進懇話会の中でも多くの委員の皆さんから、この先どうするか以前に、そもそもなんで失敗したのか、ちゃんと検証してほしいんだというご意見が多数出ていました。でそこに対しても、まあ、残念ながら議会と同じような感じで、中途半端な文言しか今までは示してこなかった。そういう点では今回これだけ精緻なものができた以上はですね、懇話会というふうに具体的には言いませんけれども、市民の皆さんにきちんと共有をして、このような過ちはあったけれども、次はしっかりやるので、ご協力をお願いしたいという伝え方、発信が必要だと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。委員長。市民環境部次長。今、ごみ減量化等推進懇話会を開催しているところでありますけれども、まあ、次の会議が、まあ、年明けになる予定になりますので、その前に各委員にはこれをお渡しして見ていただくのと、まあ、次の会議ではしっかりとご説明をさせていただいて、次の議論に臨んでいただきたいと思っております。また今後は各団体、まあ、個人もそうですけれども、各団体と連携した啓発等に、をしていくこととご協力をしてご協力をお願いしなくてはいけませんので、まあ、そういった機会に、この反省と検証も含めてご説明する機会があればしていきながらご協力をいただきたいと思っております。近藤委員。はい、まあ、この反省と検証ですね、当初予算を可決する際には反省と検証をきちんとまとめた上で広域化なり中間処理の検討なり進んでくださいという付帯意見を議会全体でつけた経過がございます。ですので、まあ、その約束が、まあ、ようやく今果たされたというふうに私は受け止めておりますので、今後はこの延命化とともにですね、当然最終処分場の対応、残余年数はもう目の前に迫ってますので、延命化とともに次の手法の検討、議論をしていく段に入っていくのかなというふうに受け止めさせていただきました。はい、はいはい、以上です。他にございませんか。はい、それではこの件につきましては、この程度でよろしいでしょうか。はい、はい、それではこれをもちまして文教民生委員会を終了いたします。ご苦労様でした。